今日は新作のヘルノのブルゾンをご紹介したいと思います。オクテットチャンネル。はい、どうもこんにちは、オクテットチャンネルのムです。今日はですね、冒頭でもお話ししたんですけど、ヘルノから、新作のめちゃくちゃいいブルゾンが入ってきたので、ご紹介したいと思います。ということで、今回のね2021秋冬の新作ですね、本当にいいブルゾンが入ってきました。ものはですねこちらになります。今僕が着用しているタイプ、もうここ 2,3 年ずっとね人気があるいわゆるダウンと、ニットもしくはこういったねトレーナーの字で袖とかがなっているような、ハイブリッドダウンなんていう風に言われているようなものですね。ただね、今回のはちょっとねダウンも薄めでライトダウンっぽい感じなんで、結構ブルゾンにね近い感覚で着れるんじゃないかなと思います。ヘルノといいましても、いろんなね種類といいますかねレーベルがあるんですけど、今回のこのブルゾンはヘルノリゾートっていう、ざっくりとね旅をイメージしたようなそんなモチーフのところから出たブルゾンになってます。なのでね、確かに旅先でもねすごく着やすいんじゃないかなと思います。ということで説明していこうかな。ということでね、実際にこれねすごく何がいいのかっていうところなんですけど、まず一つは、いっぱいあるんですけど、シンプルに素材がとことんこだわってます。ヘルノってもともとマテリアルはすごいねこだわったものが非常に多いです。本当にクラシックなものからちょっとね最先端のものまでいろんなものをね本当にうまく使って落とし込むのが非常に上手なんですけど、今回は特にすごいのはこのスウェットの部分なんですよね。一応ですねこのお袖の部分からバックのこの襟から後ろのバック身頃まで全部ねこのスウェット、トレーナーの素材でできてます。でこのまず素材が一つめちゃくちゃいいです。これはねちょっとね聞き覚えないかもしれないですけど、コーマイトっていう糸を使ってます。よくわかんないと思うんですけど、簡単に言うと基本的にね製品って、端子と総子っていうのにまず分かれて、端子っていうのは1本の糸みたいなイメージです。で総子っていうのはその1本の糸をこうよりっていってこんな感じでねねじってねじってより強い一つの糸にするみたいな工程を行うわけですよね。でこれにはその総子が使われてるんですけど、その総子をさらに、イメージ的には櫛みたいなもので研ぐような感じです。紙をね櫛で研ぐとちょっとこうパサパサした紙だったりとかもう抜け落ちてて引っかかってる紙とかが取れるじゃないですか。そんなイメージで無駄な毛を落とすんですよね。でそうするとより毛羽立ちづらい糸になって、でなおかつ細くて繊細な糸だけが残っていくって感じです。でそうしてできたコーマ糸っていうのを使ってこのトレーナーの字はできてます。でこれね、まず何がいいのかっていうと、一番は、毛羽立ちやすい糸を全部削ぎ落としてるんで、トレーナーなんですけど毛羽立ちしづらいです。なので本当に長く着て、でなおかつ、例えば車の中で着たまんまこの辺が擦れちゃったりしても毛羽立ちづらくてずっと長く綺麗なまま切れちゃうっていうことですね。でもう一つはよりね余分な糸を削ぎ落としてるんで、細くて上質な中でもいいものだけがこう残っていくようなイメージですね。っていうことですごくね軽くて柔らかい、そして着心地がむちゃくちゃいいっていう感じになります。なんでトレーナーのちょっと厚手な感じはあるんですけども、残しつつもなんかしなやかで、イタリアのねものらしいような着心地のいいものっていう風に仕上がってます。でね、このコーマイトっていうのを使う工程、コーディングっていうんですけど、すごく難しいです。でなおかつ手間もかかります。1本の例えば、10面があるとして、その中の7割ぐらいしかまずコーマイトにならない。でその中でさらにね製品にしていくわけですから、時間もかかるし、なおかつ希少価値も少ないということで、本当に高級な糸を使ってます。ただその分コットンとは思えないぐらい高級感があって、このねちょっと光沢も出てくるような感じです。なのでね非常に高級感あって、着やすくてっていうのはさすがねヘルノだなっていうところですね。あとはこちらのダウンですね。ダウンはもう正直言うまでもないかなと思います。やっぱりねヘルノのダウンなので非常にいいです。で、今回は結構ねライトめな感じなんで、そんなにねモコモコした感じもなく、さらっとね本当に着れちゃうような感じで非常に軽いですし、なおかつ着やすいですね。でこのナイロンの部分はもちろんね撥水性があるような感じになってて、撥水性なんで蒸れることはないです。
でこの光沢感ですよね、ちょっとこうシャイニー素材になってよりね高級感のあるような仕様になってます。はい、でこのね仕様ですね、まあねお話しした通り本当ダウンブルゾン、ブルゾンのように着られちゃうようなイメージでいいと思います。ダウンというよりはブルゾンに近いです。でやっぱりねこのお袖の部分だったりとか、あとはこのこういったねバッグの身頃の部分なんかはトレーナーの地になっているので非常にね動かしやすいですね。この感じで楽です。で、ジップの方はダブルジップになっていて、でね下の裾の部分はこの辺りがねちょっとこうリブっぽくもなっているので、かなりねストレッチ性はあります。ジップはシルバーで、統一されていて、でねちょっとこれこの辺にアクセントがあるような感じです。はい、でね一番のポイントですね、今回ねちょっとねある意味ヘルノらしくないって言えばねらしくないようなところもあるかもしれないんですけど、こんな感じで分かりますかね、こんな感じで脇の下の部分にサイドにそれぞれこういった感じでトリコロールのアクセントデザインが入ってます。はい、でこの色が実はこの袖の部分のこのベージュをうまくね拾っているような感じにもなっています。ちょっと遊び心とリッチな印象っていうのがよりね強くなったようなイメージです。多分、まあ、見た感じ今日も僕ちょっとスポーティーな雰囲気で合わせてるんでスポーツ感が強いと思うんですけど、こういうちょっとした遊び心があるだけでカジュアルでも非常にね使いやすくなるような感じなので、デニムだったりとかあとは本当にコットンスラックスとかと合わせてもバッチリ決まります。でもちろんデザイン的にスウェットもバッチリ合います。はい、あとはこういったねブルゾン系で、まあ、今回ね僕すごくいいなと思ってるのはこの襟ですね。はい、まあ、こんな感じでスタンドになっているのでちょっとね襟も立ってよりまあ高級感と大人っぽさでちょっと綺麗な印象もよりね強くなっているような感じでね、まあ、全体的にエレガントな雰囲気に収まっているかなと思います。はい、でねサイズ感ですね、一応今僕が着ているサイズで今日はあえて46を着てます。ちょっとまあパンツも細めので合わせて全体的にちょっとアイライン強調したかったんで今日は46で、まあ、ちょっとピタピタっぽく見えるかもしれないですけどそんな感じで合わせてます。一応ね46か、まあ、もしくは僕だったら48ぐらいかなって思いますね。まあ、お袖とかは正直ちょうどいいですね。はい、で丈も本当にちょうどいいと思います。僕個人的には短すぎず長すぎずっていう感じで非常に綺麗で合わせやすい丈感ですね。バッグもね一応こんな感じです。まあ本当に46はピタッっていう感じかなと思います。まあ着方によってこの辺はねワンサイズぐらいは調整してあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。でまあ、今回のねブルゾンなんですけど、まあ、僕46着てるんですけどとはいえ非常にねサイジングっていうのは、まあ、細身で本当にエレガントな作りになってます。ヘルノらしい作りですね。でこれはねできればもう本当ジャストで着ていただいた方が良さがね出ると思います。なので秋冬物なんで例えばね中にトレーナーを1枚着たり、まあこうちょっと厚手のニットとかを着てその上からちょっと羽織りたいっていう風で若干大きめのサイズとかを、まあ、秋冬って結構選んじゃいがちだと思うんですよね。でダウンだったりコートだったらそれで全然いいと思うんですけど、このブルゾンに関してはジャストで着てほしいです。なので、まあ、想定するインナーは本当にハイゲージのニットかもしくは本当に T シャツのロンティー半袖そのあたりを想定してあげて本当にねジャストぐらいで着てあげるのが一番いいんじゃないかと思います。間違ってもねオーバーサイズで着ない方がこれに関してはね絶対かっこいいと思うので、そんなようなね、合わせ方、まあ、着方がいいかなと思います。で一応色なんですけど今僕が着用しているこのネイビーですね、こういったネイビー非常に、ね、使いやすいと思います。であとはこれもかっこいいと思います。まあ、ちょっとこの薄手の薄めの、今度カーキっていうね濃いイメージではなくて、秋冬物なんですけど少し薄めの色味です。非常にね綺麗です。でこのブルゾンなんですけど一応ね今回秋冬物として出てますが、両方とも全然春先でもね使えるんじゃないかと思います。でなおかつ非常にね薄くて、まあ形もね綺麗でかさつかないのでコートこの上から羽織っても全然大丈夫なんで、秋冬春先まで多分通年通して3シーズンですか使えるんじゃないかなと思います。はい、ということでね今日はこのヘルノのブルゾンをご紹介したんですけど、まあ本当に、スポーツな雰囲気から
カジュアル、ちょっときれいめなカジュアルまで、いろんな、ね、使い方がいろいろできると思いますので、あとね 1,2 ヶ月したら1枚上から羽織るような感じで全然着られますし、さらにね寒くなれば全然インナーとしてもね使えると思います。まあ、本当に長く使えて用途としてもねいろんな使い方ができると思うので、こういったねブルゾンちょっとね検討している方は一つこういった本当にいいものあるといいんじゃないかなと思います。まあ、詳しくはねまた概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、もしよかったらですねチャンネル登録それから高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、こんな感じで SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、ムネでした。バイバイ。